本日は NPO 法人ローカルデザインネットワーク理事長の荒竹裕樹様からご講演をいただきます。荒竹様は大学院生時代に空き家改修プロジェクトを立ち上げ、東伊豆町で2年間に2件の空き家物件のリノベーションに携わりました。その後、東伊豆町に移住、同町地域おこし協力隊として活躍し、平成31年3月に退任、令和元年8月に NPO 法人ローカルデザインネットワーク理事長にご就任され、現在に至っております。それでは荒竹様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました荒竹です。本日は皆様お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。お話をさせていただきます。よろしくお願いします。着座にてお話をさせていただきます。空き家リノベーションプロジェクトということで、私はですね、ご紹介いただいた通り、東伊豆町のですね、主に稲取という地区でですね、4年間ほど空き家の改修に携わっております。改修と運営ですね。はい、で、今日のお話なんですけども、自己紹介だったりとか、ちょっと経緯をお話しさせてもらえたら、そこが一番なんて言うんでしょう、皆様各静岡県の市町の空き家などに空き家のこう対策関係で携わられている皆さんだということなので、ちょっと何かヒントにしていただけることができる部分かなっていうようなところをお話しさせていただいたりとかですね、あとちょっともう自分で実際にこう借金をして空き家を改修してみよう、リノベーションしてみようっていうようなことも今実は始めてまして、ちょっとそのプロジェクトのご紹介をさせていただこうと思っております。あとは4番は今後の展望というところでですね、お話聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。まず自己紹介からです。ご紹介いただきました、NPO 法人ローカルデザインネットワークの理事長を務めております。こちらはですね、書いてある通り都市とローカルをつないで、暮らしたい街と暮らすということで、いわゆる関係人口を創出していこうというようなことをメインに、活動している法人になります。メンバー14人いるうちの10人が首都圏で今就職して働いているっていうような、だけれども、東伊豆町が所在地の NPO になります。で、私たちは、ご紹介いただいた通り、学生時代に空き家の改修に携わらせていただきまして、現在シェアキッチンとコワーキングスペース2件の運営をさせていただいております。こちらの施設をですね、活用しながら NPO の関係人口創出というミッションを日々、はい、すごい取り組ませていただいているところでございます。で、1軒目、こちらシェアキッチンの第6キッチンですね。もともと町の消防団の詰め所だった場所がですね、ちょっともう移転の関係で倉庫というか廃墟になってしまっていた場所を学生時代にリノベーションさせていただきました。ちょっとコロナ禍ではなかなか人が集まるようなことができないんですけども、それ以前はですね、去年 の, この写真なんですけども、この大学キッチンがあることで地域の人たちの新しいコミュニティが生まれていたりだとか、食を中心にですね、展開しているようなスペースになっているので、地元のお母さんが毎週カフェを出してくれたりだとか、地元の高校生たちが地元の人たちにこう食べてもらえるような食事を提供するスペースだったりとか、あとは移住された方がお試しでお店をやってみたいよっていうようなところでチャレンジショップとして活用していただいたり、はい、そういったところで、使われている施設になります。で、もう一軒がコワーキングスペースのイーストドックになります。こちら海がもう目の前に広がる、とてもなんて言うんでしょうね、もうリラックスできるというか、ザ・伊豆をこう満喫できるような眺望になっているような、ワークスペースになっています。で、書いてある通り、ワーケーションって最近よく言葉が聞かれると思うんですけども、伊豆に泊まりながら、東伊豆に泊まりながらお仕事もしていただけますよっていうようなところで、開けさせていただいております。結構コロナが落ち着いてるのかちょっと分かんないですけど、だいぶこうみんなが慣れてきた7、8月あたりからですね、利用が増えてきてまして、なかなかちょっと企業さんとそういうタッグを組むっていうところまでは至ってないんですが、結構個人でワーケーションを実践しに来ましたっていうような
方たちだったりが、利用してくれているような施設になっています。ちょっとこれもコロナ以前なんですが、あの企業研修で、使っていただいたりとか、あとはあのサテライトオフィス的な使い方ですね、東京の企業さんが、1ヶ月間こう社員さんを入れ替わり立ち替わりさせながら、グループであのこちらをワークスペースとして使ってもらいました。はい、施設の利用はこういったご紹介になりまして、ちょっと拠点を飛び出してですね、空き家空き店舗の活用をこう検討していこうっていうような流れをですね、あの東伊豆町で作らせてもらっております。こちら東伊豆未来会議という、タイトルでですね、地域の空き物件の活用を、毎月、1回私の後輩の学生団体になるんですが、あの空き家改修プロジェクトの学生たちが、東伊豆町に来て地元の人たちと実際にあるですね、この実際にこの土地にある空き店舗と空き家をこう対象にした、あのもう本当実践的な、なんて言うんでしょう、改修プランをこう考えて、地元の人たちと考えて、最後、町長とかもいるんですけど、地元の力がある方たちにの前でこう発表するっていう、そういった機会を作らせてもらいました。なかなかやっぱりこう空き家を改修しても運営してくれる人がいないっていうのが、結構そのこの我々が携わってる空き家改修プロジェクトの常なんですが、ですね、これちょっとコロナでポシャってしまったんですが、駅前に空いてるテナントがありまして、そこをレンタサイクルカフェにしようみたいな構想を学生たちが地域の皆さんと一緒に考えたところ、それ発表をこの時に発表したら、稲取の旅館組合の皆さんがですね、これぜひみんなで一緒にやりましょうっていうようなところで、去年の12月ですね、すごく盛り上がったんですが、ちょっとコロナで本当観光産業打撃を受けてしまいまして、ちょっと今そのプロジェクトが停滞してしまっているっていうような状況になったりしています。はい、コロナを言い訳にしたんですが、これから先にちょっとコロナに負けないためのなんかいろいろと取り組みをしているよっていうお話もさせていただきます。はい、あとその他はですね、もともと私も学生時代に東伊豆町の皆さんに受け入れていただいてたっていう経験をもとに、移住してから学生の受け入れなどもですね、積極的に取り組ませてもらっておりまして、こちら静岡大学の学生さんたちになるんですが、地域創造学館という学部なんですかね、そちらのフィールドワークの担当をさせてもらっていて、年に6回学生たちが東伊豆に泊まりに来てくれていて、ただそのメンバーを対象に東京の企業がですね、シマノという、自転車の会社ですかね、そちらが主催しているちょっと自転車を活用した地域おこしの学生プランコンテストの後にもこう出させてもらって、ちょっとそういったところにこう一緒に学生たちを出展っていうんですか、提案させていただいて、ちょっと最優秀賞を取らせてもらったりとかする関係で、ちょっと町の方でもそのレンタサイクルの事業をちょっと観光協会の方にですね、その提案をスライディングさせていただきまして、ちょっと町の方で自転車の事業がスタートしたっていうような実績があったりもします。はい、で他にも関係人口を作ろうっていうのは東京にメンバーが大多数いますので、ちょっとそういった人脈を活用してですね、東伊豆町のちょっと果物だったりとか、美味しい食材をですね、東京の皆さんにお届けしようっていうようなところで、地域のファン作りなどもさせていただいてます。ちょっと会ってる人たちがみかん農家さん、いちご農家さん、キウイ農家さんっていうところで、地元出身の今東京で出張シェフやってる方にですね、出張シェフしていただいて、いろいろとスイーツをこうやって作っていただいて、東京の皆さんに食べていただくっていうようなこともしています。あとはいろいろとやってるんですが、稲取の漁港を使った漁港シネマっていうことで、ちょっと何かこう夜少ししんみりしちゃってるところを賑やかせないかだったりとか、なんか普段日常的に見ているものがこうなんかちょっとした視点の切り替えでなんか魅力的な場所になるんだよっていうことが何かできないかなっていうことで、こういった取り組みもさせていただいてます。本当じゃんじゃんちょっと紹介しちゃうんですけど、東伊豆通信っていう地元の人をこう紹介するメディアも運営したりしています。これちょっとネットで検索してもらうといろいろな地元の人のインタビューが載ってたりします。はい、NPO の紹介はこういった感じでですね、はい、ちょうどいいタイミングになりました。何でしょうか、これ僕
です。NPO の紹介は以上になりまして、で最近ですね、この3月に実は会社を立ち上げまして、合同会社ソーアンという、会社を作りました。こちらはですね、本当に事業としてこう空き家を活用していこうということで、実践的な空き家の利活用に取り組もうということで、現役の東伊豆町の地域おこし協力隊の、隊員さんと2人でですね、ちょっと会社を作りました。で、ここの会社に関しては、その東伊豆町の稲取っていうところに、ピントを絞らせてもらいまして、もともと今は観光地なんですけども、町の成り立ちとしては海運業が盛んでですね、港町の風情が多く残っている魅力的な土地になります。ただやっぱ空き家がとっても増えていて、私がですね、学生時代から通ってるんですが、本当に続々とその空き家になっていったりだとか、あとは本当にもうその魅力的だなと思ってたお家がこう潰されてしまったりだとか、とても町並み、魅力的な町並みがこうなんかもう刻一刻とこう寂しくなっていくっていうような現状をこうずっとですね感じていまして、なんとかしたいなっていうので、こちら会社を立ち上げました。結構その路地が展開していて、そこは魅力的だなと思っていて、そういった、路地のなんか風情みたいな風景をこうですね守っていきたい、継承していきたいっていうことで今取り組んでおります。で、草庵っていう、構想が造語になってまして、港にあるちょっと非日常を作ろうっていうような簡単に言うとそういう構想なんですが、空き家がたくさんあるので複数件ですね、空き家をリノベーションして、そういった宿泊施設に変えていく、宿泊施設に変えたら、泊まってくれた人たちが、街を巡ってくれるような仕組みをいろいろと作っていけるんじゃないかということで、そういったですね、港町の暮らしを体験できる、宿ですよっていうようなブランディングで、取り組んでいこうと思っています。で、空き家は本当にたくさんあるので、今1軒目のリノベーションに挑戦してるんですが、2軒目3軒目と事業をこう拡大させていく予定でございます。その中にはエリアとしては先ほど紹介させてもらったシェアキッチンだったりとか、コワーキングスペースですね、そういったものもあるので、うまくいろんなニーズに応えられるような形で、この点を線で結んで面にしていくっていう取り組みを、進めさせてもらっています。はい。で、1軒目はですね、もうオープンするんですが、10月の10日にオープンします。サビオランドというなんか昔のなんか色の名前なんですが、これもちょっとなんか少しだけ紹介させてもらうと、なんかこう空き家ばっかりでグレーになっちゃった街並みをこうリノベーションすることで、ちょっとずつこう彩りを豊かにしていくみたいな、そういった構想でやっておりまして、なんか稲取っていう街並みがこうパステルカラーで色を入れていくっていうよりは、こうなんか渋めの色をこう入れていった方が街に馴染むんじゃないかっていうことで、こういったブルーの渋めのブルーなんですが、そういった施設のリノベーションに関わってます。で、立地としてはなんか地形がとても入り組んだところにありまして、玄関がもう本当に人がすれ違えるぐらいの路地に面しています。で、実はちょっとちっちゃいんですが、こっちが私たちが今リノベーションしている宿の方ですね。本当つい最近お彼岸でですかね、こっちのお家も空き家なんですよ。お彼岸でお家の人が結構出入りしてて、そしたら回収してたらなんかお経が聞こえ始めてきて、これ多分仏さんを抜いてるなみたいな、なんか仏壇を抜いてるなっていうような気配がしたんですね。そしたら大家さんがですね、隣の家はもう10月の5日から取り壊されることになったっていうので、この結構路地の雰囲気がとっても魅力的だなと思って、こう敷地を選定させてもらったところがあったので、とても残念な気持ちでいます。本当にこういった感じで、本当刻一刻と空き家が増えていて、もう本当にどうにかしたいなっていう気持ちで今いっぱいでいます。すいません、ちょっと今日なので気持ちがちょっと先行しちゃうところがあるかもしれないんですが、次のお話をさせていただきます。で、今もともと学生時代ですね、建築を勉強していて、同級生周りとかだと一級建築士の資格を取れ始めるような、そんな年代になってるんですが、
設計の方はですね、同級生の仲間の方にお願いして、もともと民家だった場所を、まあ、こういった形で、リノベーションしていきたいよっていうようなところで一緒に改修しております。実際今最近のちょっと改修した雰囲気なんですけども、ほぼほぼ全体が見えてますね。1階にこういったちょっと印象的な大きいテーブルを設けたりしながら、改修をしてみました。2階が客室になっていて、まあ、もともとここの大家さんが左官屋さんでして、大家さんのお父さんですね。でそのお父様が塗られた土壁、ジュラクの壁っていうんですかね、それを生かしたまんま客室にしています。はい、でこちらはクラウドファンディングなどにも挑戦させていただきまして、やっぱなかなかその収入も少ない中でやらせていただいてたので、ちょっと皆さんからですね、ご協力いただきながら改修プロジェクトが進められたらということで、こういったところにも挑戦させてもらいました。で150万円の目標金額で、設定してたところ、多くご応援いただきまして218万円ぐらいですね、ご支援をいただき終了となりました。209人の方が応援いただいたっていうので、とってもなんて言うんでしょう、衝撃的というかありがたいんですが、その分のしかかってくる期待がでかいなっていうことで、しっかり期待に応えていきたいと思ってます。資料の方に本当はしたかったんですが、オンラインオープニングイベントっていうのをやろうとしててですね、よかったら10月17日の土曜日お昼時なんですが、パソコンを開ける方は見に来ていただけたら嬉しいです。はい、宣伝でした。それでですね、自己紹介少し長くなってしまったんですが、ここまでとさせていただいて、私は東伊豆町と関わりを持った経緯ということで、これから話をさせていただきたいと思います。ご紹介いただいた通り、同級生と一緒にですね、大学院の進学のタイミングに空き家改修プロジェクトという学生団体を立ち上げました。これを立ち上げた経緯としては、建築を勉強する学生だったんですが、大学のカリキュラム上ですかね、なかなかこう実践をするような機会がなく、大学4年間はもうほとんどですね、設計 の, 大あの教授たちが出してくれる設計課題をこうただひたすら黙々とやるだったりとか、あとは企業さんがいろいろとアイデアコンテストを提案をこう募集してくれるので、そういったところに出展するっていうようなところの、ところでこう設計欲を発散してたんですが、いよいよ、まあ、大学院にもなるとこう実践したいよねっていうような欲がですね、とても高まっていて、何かこう、社会にも貢献したいし、建築にも携わりたいしっていうような、ところからですね、仲のいい同級生、6人ですね、まちづくり系、都市計画系のメンバーが3人と、私は設計だったんですけど、設計のメンバー3人の合計6人でですね、学生団体を立ち上げました。はい、で最初に関わった、土地がこの東伊豆町の稲取というところでして、もともと学生メンバーの中の一人がまちづくり系の人間なんですけども、東伊豆町が、やっていた事業で大学生をこうインターン生として受け入れて、地域の、まあ、いろんな仕事に、まあ、職業体験みたいな形ですかね、携わってもらうっていうような事業を展開されてて、それに参加した学生が仲間にいたところで、ちょっとその学生づてにですね、同級生づてに東伊豆町役場の方に空き家を改修させてもらえませんかっていうような直談判をさせていただきまして、このプロジェクトが、スタートしました。はい、1軒目はもうお金に関してはもうですね、行政から町からこう出してもらうっていうことは一切なく、町からしていただいた部分は、私たち の, 滞在する場所と、あとは改修物件の提供っていうようなところで、お金に関しては、大学の方でですね、そういった学生の自主的な、活動を応援するっていうようなプログラムがありまして、それでですね、改修活動をさせていただきました。で、まあ、これがなんか完成した絵なんですけども、まあ、公民館に、付設された、離れ的な老人会で使われているようなそういった建物がちょっと使われなくなったっていうようなところで、僕らに提供していただきまして、まあ、同じような用途で地元のおじいちゃんおばあちゃんがこう使えるような施設としてできたらいいねっていうようなところで、完成しました。ただ
これ出来上がって5年後の写真なんですけど、凄まじいことになっていて、あの建物の中には草が生えてたりとか、あのですね、天井が剥がれ落ちているっていうようなとても無残な姿が、5年後、見られてしまいました。これはもう完成した当初から地元の人たちに一切使われることなく、もう僕らが反省すべきことはめちゃくちゃあるんですけども、まあ、地元の皆さんのこう考えられていることとか気持ちとかを一切考えずに、まあ、学生たちのやりたいことをこうやらせてもらうんだみたいなところで地域に入らせてもらったことが原因でした。はい。で、まあ、これはもう本当象徴的に我々は失敗と呼ばせていただいております。で、ただちょっとこの失敗でとても落ち込んだんですが、とても悔しい思いもさせてもらって、ただ町からはそのですね、学生がやっぱり定期的にそのなかなかその東伊豆町にはいない年代なので、定期的にまあ、地域に入って活動してくれるのはいいことだよねっていうところで、2年目もですね、物件を提供していただいて、活動させていただけることが決まりました。それが第6キッチンになるんですけども、まあ、1年目の反省を胸にですね、行政の方で、空き家等利活用推進協議会っていうですね、地元の商工会だったり旅館組合だったり農協だったりに所属している町の本当若手の皆さんで構成していただいた空き家をこう活用していこうっていう地域の団体をこう移植で作ってくださいまして、そこの皆さんと学生たちとこう リノベーションプロジェクトでこうどういうことをしていくのかっていうのをこう、まあ、意見交換するような場を作っていただいたんですね。これ結構私が移住するきっかけにもなっていて、本当地元の人たちと交流できるし、本当にこう真に地元の求めていることとかっていうことがとても生の声として聞くことができて、とてもいい機会でした。で、そういった中で、2軒目の第6キッチンの改修が、スタートしました。で、まあ、食をメインにした交流拠点ということで、消防車がもともと入っていたスペースにですね、キッチンを入れて、交流ができる食を拠点に、食の拠点っていうところで、提案させてもらいました。このですね、推進協議会の中で旅館の経営者さんたちからこう若手の社員たちが集まれる場所とか交流できる場所がないよねだったりとか、あとは港なのでやっぱ釣りする人たちがこうなんか釣ったものをそのままさばいて食べれるみたいな場所があるといいよねっていうようなところで学生たちで考えて食の拠点させてもらいました。ただやっぱなんて言うんでしょう、僕らもこうやっぱなんて言うんでしょう、ちょっとなんて言うのかな、旅行気分じゃないですけど、やっぱプロジェクトもとても楽しいので浮かれてですね、活動させてもらってた矢先に結構その当時の受け入れしてくださった担当の職員さんから、まあ、ちょっとゴミがそのまんまになってるけど1ヶ月後来たらどうなってるのかなみたいな、そういった結構辛辣な写真と LINE が来て、こういったところもですね、やっぱり学生時代経験させて、まあ、失敗させてもらったから結構その学生の受け入れの時にはそういうこういった経験も結構役に立ってるなと思って、まあ、なんかこういうことが起こらないようにっていうのは大学生の皆さんにもしっかりお伝えさせていただいております。はい。そんなところで、いきなり地域おこし協力隊に入るんですけども、第6キッチンの改修オープンの後に私たち立ち上げメンバーは卒業しまして、私は東伊豆町のその第6キッチンのプロジェクトがですね、結局その運営してくれる人が見つからずに自分たちで運営していこうっていうような話になったところが、まあ、一番のきっかけなんですが、リモートで今だったらこうなんていうんでしょう、地元の人たちとやり取りをしながら第6キッチンを活用していくっていうこともできたのかもしれないんですが、やっぱりこうそれだとどうしてもこう責任感が持てないというか、やっぱなんか自分たちがしっかり回収したものをそのもう自分たちの手でもう本当自分たちの口で地元の人たちに良さを伝えていきながら活用していけたらっていうようなところでですね、私は地域おこし協力隊になって移住して、まあ、その第6キッチンの活用メインに活動させてもらってたんですが、
ちょっとそのお話をさせていただこうと思います。東内町について簡単にご紹介させていただこうと思います。場所はもう皆さんご存知だと思うので、地方 の例に漏れずに人口が減っているような、土地でして、ただ少し変わっているのが、観光業主産業で、結構その地域のヒエラルキーがやっぱりその宿泊者の事業者さん、宿泊施設の事業者さんとかが結構メインになっているっていうような、そういった、産業構造になってたりもします。あとはもうこれは東伊豆に限ったことではないんですが、伊豆半島ジオパークに認定していただいて、とても自然が魅力的な場所でございますというような感じです。でさっきもちらっと紹介させてもらったんですけども、東伊豆町の、平成これ25年ですね、空き家の数っていうのを臨時職員さんがこう一軒一軒こう回って調べたっていうお話を聞いたんですが、5979軒中1027軒が空き家だったよっていうようなところで、ございます。はい。で地域おこし協力隊の話に戻るんですが、1年目はですね、ダイロキッチンを活用していこう、地域の人たちに愛される場所にしていこうということでですね、いろいろと食にまつわるような料理教室だったりとか、あとはもう全然関係ないんですけど、地元の出身の落語を海女でやられている方に落語会を開いてもらったりとか、地元のバンド組合の人たちにバンドをやってもらったりだとか、そういったところで、地元の人たちにできるだけこう、なんて言うんでしょう、こう出入りしてもらう、かつ、運営する人間は言うとその地域おこし協力隊なので、お給料をもらいながらこういったことができるっていうことですね、かなりこの制度を活用させていただいたなっていうふうに今思うんですが、そうですね、やっぱりこうお給料が出てるからこそ、やっぱお金にならないことだったと思うんですよね。それができたなっていうようなところで、だからこそ人とのつながりがとってもできて、私はその後定住につなげていくことができたんだと思うんですが、はい、1年目はこういった活動をしてました。で、ダイロクキッチンの運営をこうメインにやっていく中で、先ほどもキッチンを入れた理由で若い人たちの交流の場所っていうようなお話をさせてもらったんですが、2年目は旅館組合さんと仲良くさせていただいて、していただいている関係で、旅館のですね、若手社員さんたちと交流する機会が多くありまして、そういった方たちとつながれるような、そういった機会を地域おこし協力隊の2年目は、展開してました。新入社員さんたちの企業合同の、研修会だったりを、運営させてもらったりだとか、あと地元の農産物とかアクティビティをこう体験してもらったりとか、地元のおばあちゃんたちに地域の伝統工芸の、伝統工芸を習ったりとか、そういったことをですねやっておりました。やっぱりその結構町外出身者が、就職してくれるっていうような構造でして、私はもう学生時代2年間東伊豆町通わせてもらってたので、結構その土地のことも知ってたし、地元の人たちがいい人たちだっていうことも知ってたんですが、この方たちはなかなかそのもう移住してすぐに働き始めるっていうようなところで、土地の魅力だったり人の魅力っていうのはなかなか触れる機会がなかったですね。で、ちょっとそういう機会を少しでも作れたらということで、少しだけ先に移住した自分がこういった方たちの助けになればということで、こういった交流の機会を作らせてもらってました。はい。で、地域おこし協力隊の3年目はですね、これ本当に3年目の3月に開いたイベントなんですけども、通りのですね、メインストリートの、空き店舗シャッター街になってるんですが、そちらをですね、本当2日間のイベントなんですが、2日間だけでもそのシャッターを開けてお店に入ってもらって、昔のこの土地のこうにぎわいを再現できないだろうかっていうようなところから、商工会の青年部の皆さんと一緒にですね、ひなフェスといってイベントを開かせていただきました。桃の節句とあと稲取の発祥とさせていただいているひなの吊るし飾りのお祭りがあるので、ちょっとそれを人の多さに乗じてこういったイベントをさせてもらいました。歩行者天国にした関係で歩道ちょっと狭いんですけど、お客さんたちものびのび歩いてもらいました。やっぱちょっと外観まではいじくれなかったので、本当中身だけですね、
ちょっと内装を少し手を加えたりとかしながら出展をしてもらいました。あとは静岡大学の学生さんたちにも通りでライブペイントっていうのをやってもらったりとか、はい、そういった3年間でございました。はい、でここからは合同会社のちょっと展望というか総案の展望についてお話をさせていただきます。はい、ちょっとこれは紙の方では入れてなかったんですが、東伊豆町の、稲取の地区の魅力っていうのを、これ実は大学院時代の修士論文 の、 資料になるんですけども、いろいろと言語化しておりまして、なぜか街中にこういった石積みの壁があるとか、昔ここはここまでが海だったよっていうようなものがもともと残ってたりだとか、あとはもう外階段がたくさんついてるんですけど、やっぱ潮風で錆びてて、それは実はなんか廃れてる雰囲気じゃなくてノスタルジックさをこう演出するこう要素なのかもしれないみたいなことですね。いろいろとネガティブと見られがちなことをこうポジティブに捉え直したりとかした修士論文をですね書かせてもらっていました。いろいろと街中本当魅力がありまして、やっぱこういう魅力をこうこれから先も残していきたいし、なんか楽しむ人を増やしていきたいっていうのが私の中にはありまして、この会社の方 でもですねこういった魅力を体感してもらえるようなそういった事業を作っていきたいなというふうなことを考えてます。で今掲げてるテーマとしましては、やっぱ これとかもそうなんですが、もう空き家がこうどんどん潰れてっちゃうんですよね。でそうなった先に待ってるのはやっぱり空き地にしちゃうとこう草が生えてきてみすぼらしくなっちゃうっていうので、家主さんたちが取られるメインの手法はここにやっぱアスファルトを敷いて駐車場を作るっていう、よくある手法なのかもしれないんですけど、そうなってしまうと本当にこう魅力的だとしている、街のこう景色が本当になくなってしまうなっていうようなところで、我々はそのリノベーションを通してですね、100年後の稲取の景色を作るっていうちょっと大それたテーマでですね事業を展開していきたいなということを思ってます。今東伊豆町で一緒に空き家のことをやってくださってる方の前でこれ言うのちょっとなんか恥ずかしかったんですけど、ちょっとこういう意気込みでおります。はい、ですね、これに関してわからないことが本当にたくさんあるなっていうようなところでですね、今まではその第6キッチンもイーストドックもその自治体のですね事業として展開していたので、ちょっとここをまず自分で会社を作って、自分たちでやってみるっていうようなところ、それをちょっと実践してみたいということで、それを実践していきます。なかなか初めてのことだらけだったので、ちょっと皆さんにも共有させてもらいたいなと思ったのが、事業開始の初期投資のお話です。赤裸々にお話をさせていただいて、ちょっと聞いていただけたらと思って用意してまいりました。今日本当にタイムリーなんですけど、銀行からその融資の正式なですね契約をしてから県庁に上がりまして、500万円の融資を受けて、クラウドファンディングでは、218万円集まったんですけども、手数料とか差し引き返礼品などの準備もあるので、218万円がかなり引かれて手元に残るのは140万円っていうようなところで、あと町の方でですね創業支援の補助金っていうのがあるので、そちらも使わせていただく予定として、合計のその費用としては740万円今活用できますというところです。で実際リノベーションにかかったお金が合計583万円ぐらいになります。であとはもう残った金額に関してはランニングコストがやっぱり家賃だったりとか500万円借金をすることになるので、月々の返済などに当てさせてもらいながらやっていこうというようなところで、当初、もうなかなかこう見積もりが甘々すぎて300万円ぐらい の初期投資でいけるだろうっていうようなところで組んでいたんですが、もうその倍ぐらいに跳ね上がってしまったっていう見積もりの甘さなんですが、クラウドファンディングだったりとかいろんな方たちの本当応援のおかげでなんとかちょっと事業をスタートできそうだなっていうような状況で
ございます。とさっきの最初の宿の紹介では自分たちで回収していくみたいなちょっと雰囲気のお話に聞こえたかもしれないですが、結構あの地元の業者さんたちに入っていただいて、大工さん、電気設備屋さん、水道工事屋さん、酒屋さんとかですね、あと設計だったりデザインだったり、はい、そういったところで、こういったお金がかかりましたという報告でございます。はい、で資料に戻ります。オープンするまでの流れです。このきっかけをくださったのが実は県の事業で、ですね、リノベーションまちづくりブートキャンプっていうのを、ごめんなさい、ちょっと課の名前が思い出せないんですが、熱海でですね、開いていただきまして、熱海といったらまちづくり NPO 界隈でとても有名な市木浩一郎さんがいらっしゃるんですが、市木さんから直接ですね、お声掛けいただいて、ちょっとリノベーションまちづくり の事業を展開している人たちにこう事業計画のブラッシュアップができる機会があるよっていうようなご紹介をいただいて、それに2月にですね、それに参加したのをきっかけにこのプロジェクトをスタートさせました。で、4月から、クラウドファンディングだったりとか賃貸契約だったり始める予定だったんですが、ちょっと2ヶ月ぐらいブランクを、置きまして、7月からこういった形でスタートさせていただいたっていうようなスケジュールでございました。はい、ちょっとうちのプロジェクトに関してはこういったところで、まだまだ空き家はやっぱたくさんありますので、やっぱ自分たちだけではこう守りきれないというか、地域のやっぱ景観を守りきれないというようなところで、これから先はやっぱり自分たちでやるのはもちろんなんですが、いろんな人たちにやっぱ活用していただけたらなというところで、ちょっとその展望を最後お話しさせていただこうと思います。コロナ禍で生まれた新しい流れということで紹介させていただきます。うちの NPO の方で結構そのコロナでいろいろイベントを計画していたんですが、ちょっとそれがなかなか思うようにできなかった。代わりにオンラインイベントというのは最近いろいろと出ていると思うんですが、ちょっとそういったところで地域の PR だったりだとか、あとは地域のプレイヤーの皆さんをつなぐっていうような役割をちょっとこのオンラインイベントを開催することで、作っていきました。左側のお家でワッカソンっていうのが、地元だったり他の全国区 その中高生向けのまちづくりアイデアアイデアワークショップみたいなのをオンラインでやったんですが、東伊豆町を題材にどんなことができるだろうっていうのを地元の、高校生がメインだったんですが参加してくれたりとか、あとは東伊豆に関わってくれてる大学生たちも参加してくれて、何ができるだろうっていうようなことを検討するような会でした。あとは東伊豆町たくさんの大学ですね、私たちの後輩静岡大学さんはじめ工学院大学さんとか駒沢女子大学さんとか、明治大学さんとか、もう本当たくさんですね、大学が関わっているっていうようなところで、学生同士 その活動報告会みたいなのを開いたら、なんかその大学間連携みたいなのもこう生まれるんじゃないかっていうようなところで、ちょっとそういった流れも作れたらということで、東伊豆学生サミットというイベントも開いてみたりしました。はい、で先ほどご紹介したおうちでワッカソンという中高生向けのイベントの方では、実際にですね、東伊豆町の街中で、夜市マルシェっていうテーマで、夜にこう、マルシェが開けたらいいよねっていうようなところで、今、提案を実現に向けて、動かしています。でこれが、先ほども紹介した NPO の方で開いた漁港シネマっていうイベントがまた10月の10日にあるんですけども、ここにこうぶち当ててプレイベントとしてちょっと夜市マルシェもできるんじゃないかっていうようなところでですね、地元の高校生たちがその料理を研究している高校の生徒さんたちも入っていたっていうところで、もともと漁港シネマで出店しようとしていたですね、出店してくれる予定だった地元の飲食店さんとその高校生たちと夜市マルシェを考えてくれた学生さんたちがですね、いろいろとその東伊豆とか南伊豆をこうロケ地にした上映会なんですが、今回の漁港シネマはそのなんか上映タイトルにちなんだオリジナルドリンクだったりとか、ちょっと地元 のちょっと 珍しいというかすごいぶっというどんがあるんですが、ちょっとそういうのを活用した商品開発だったりとか、そういったことを、やってくれています。
で、これの夜市マルシェの、まあ、そもそも の提案というか、あの発案者は空き家改修プロジェクトの学生でして、ただあの学生たちがイベント終わった後にちょっと集合って言って話を聞いてみたんですが、なんかマルシェを通して少し遠回りかもしれないけども、その空き家とか空き店舗にこう出店してくれる人を育てていけるというか、まあ、関係を構築してゆくゆくはなんかその地域の中で出店してもらうことができるんじゃないかっていうようなところ の構想があったっていう話を聞いて、すごいなっていうところことだったんですけど、あのまずはなのであの学生たちとこう、まあ、イベントの出店ができるような露店を、学生たち結構工事の、まあ、設計のスキルがあるので工事してみたりデザインしてみたりっていうようなところもやりたいよっていう思惑があったっていう話だったんですが、ちょっとそういうところで作ってみたりしながら出店者さんに、出店者さんを募集して、でもう本当にそこから関係作りをして、まあ、ダイアログキッチンもあるのでチャレンジショップなどもしてもらううちに地域のファンの獲得をあの出店者さんにしてもらって、でゆくゆくその、まあ、実店舗でこうオープンしてもらうっていうような構想があるよっていうようなところで、なんかこういう流れを今後ですね、あのうまく学生たちと一緒に作っていけたらいいなっていうようなことも考えています。他にもですね、あの大学学生サミット の大学関連系の話だったりとか、あとはまあ我々のプロジェクトだったりもそうですし、ちょっとあの結構修学旅行であのまだ開発されてないんですが、あのシーカヤックっていうのがあの需要があるっていうようなところで、あの臨時でパラグライダーやってる事業者さんがあのシーカヤック持ってる関係で対応してるんですが、ちょっとなんかそういう外海で遊べるアクティビティ開発みたいなですね、ちょっと空き家とか空き店舗の活用にどうつながるのかっていうのはまだ見えないところではあるんですが、ちょっといろいろとですね地域の中で新しい動きがこう出ているなっていうようなところでですね、プロジェクトを集めて、まあ、イベント化してみて、そのですね発表をいろんなプレイヤーの皆さんに発表してもらった中で、まあ、その地域から理解を深めてもらったりとか、まあ、プロジェクトを支援してくれる人が出てくるんじゃないかだったりとか、それぞれのプレイヤーさんたちで連携し合ったらなんか新しい流れが作れるんじゃないかっていうようなところを見据えてですね、また東泉未来会議なんですが、東泉未来会議としてちょっとあのこういったプレイヤーの地域の皆さんにあの発表してもらうようなそういった機会を作ってですね、またちょっと次年度になってくると思うんですが、あの東伊豆町の空き家の利活用の何かしらのこう事業につなげていけたらなというようなことを、はい、現在考えております。ということで、ちょっとあのずっと話し通しになってしまったんですが、私のご用意してきたお話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございます。せっかくの機会ですので、今あの紹介していただいたことについてですね、あの感じたことでもいいですし、あのちょっとこれを聞きたいなというところがございましたら、あの挙手していただいて発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。三島市の大竹と言います。あの一つだけ聞きたいことがありまして、すごい頑張ってらっしゃるなってことと、借金の多さもすごいなってことで、我々行政の職員なんですよね。率直に行政に求めるものって何ですか。ありがとうございます。行政の皆さんにあの求めるところとしましては、空き家の活用とかについてっていうところになってきますかね、やっぱり。全体的に、はい、思うのはやっぱり、なんて言うんでしょうね、こうあの移動がやっぱり結構定期的にあるじゃないですか。なんかそこが、まあ、どうしようもないんですけど、やっぱこう関わりの中でこうやっぱ前任の方のこうモチベーションと交代された方のモチベーションってやっぱちょっと違くって、なんかそこが
こうなんて言うんでしょう、あまりにもなんかその行政の方がこうプロジェクトの中枢にいすぎちゃうと、そのプロジェクトせっかくいいものなのにこう都合で変わってしまって、ちょっとなんかドーンみたいな、そういうところがなんて言うんでしょう、どうしようもないとは思うんですけど、なんか どうにかなったらいいのになっていう。結構あの東伊豆のプロジェクトとかでいうと、まあ、その前任の方あというかあの立ち上げのタイミングに関わってくれた方とかは今もその、まあ、仕事の外側で関わってくれたりはもちろんするんですけど、やっぱり、ね、そのなんて言うんでしょう、どうしてもその前の人がやりすぎちゃうと後任の人がちょっとなんか負担が大きくなっちゃうみたいなところも結構目の前で見てきたので、あの どうしたらいいんでしょう、すいません、ありがとうございます。あのまさに行政の悪いところがそうだと思って、すいません、はい、そうですね、あの定義移動につきましては事務の引き継ぎ及び熱意を引き継いでもらいたいなと思います。はい、他にございますでしょうか。すいません、あのスマイズプリカの稲垣です。あの本日荒竹さんにですね、あのこのような講演をしてくださいということを、まあ、鴨君担当にですねお願いしたのが私なんですけども、まずあのここにいる地町の皆さん、千葉市の皆さんもちょっと会いに来ていると思うんですけども、空き家にはちょっと2種類ありまして、あのもうボロボロになっちゃって使いようもないような空き家と、まだ、ちょっと手を加えれば、活用できる空き家の2種類僕はあると思っています。で、今までですね、こういう会議でボロボロの空き家困ったねっていう形でですね、どうしようどうしようっていうことばかり、ちょっと負の話ばかりだったもんですから、そうではなくて、まだちょっと手を加えればあの活用できる空き家というものについてもっと積極的に行政として、いろいろ考えて活用していく方法というものもあるんだよということをですね、積極的にみんな考えていこうよというつもりで荒竹さんにですねお手数いただいて本日講演をいただいたというのが趣旨になります。で、私が荒竹さんにですね一個聞きたいのは、皆さん本当にじゃあ活用していくのにどうしたらいいかということを考えて解体していくっていうものについてはもうやるしかないので、じゃあどうやって活用の方向に持ってくるのがいいのかということを悩んでまして、で、私として本日の話にもあったんですけども、学生さんというところをですねもっと活用できたらいいんだろうなっていうふうには、まだいろいろ考える点はあるんですけども、そういうことをですねができたらいいんだろうなって思っています。で、荒竹さんのように積極的にですね前に出てきてくれる方ばっかりじゃないもんですから、そのようなあのただそのような中で学生さん、学校によってはですね、そういう授業の一環でいろいろ考えたり、調査によったりしているところもあるものですから、そういうようなアプローチですね、どういうふうに学校、そういうようなですね、アプローチ、こういうことを一緒にやろうよってことをですね、していくと、うまく回っていくかなっていうことが、もしご存知でしたら、ご助言いただけたらと思いますけども、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。学生のその何て言うんでしょう、自治体へのこう受け入れみたいなところで、やっぱ一番課題になってくるところが、まずやっぱ学生の交通費みたいなところが、その大学が出すのかこう自治体が出すのかみたいなところがなんかあるなっていうのは、まず初めに思ってるところで、やっぱり何て言うんでしょうね、その大学生の身からするとやっぱりその自分たちで切り開ける領域があるとか、やっぱその空き家の見え方とかも、そのなんて言うんでしょう、もう実際職員の皆さんたちはやっぱりそのいろんなことを見てきてるんで、やっぱネガティブな部分も見えてるからこそこう現実的なこう見え方がしてると思うんですが、なかなかその学生レベルになりますとこうやっぱり目立つのはその活用されて、あのなんて言うんでしょう、地域が盛り上がってますっていうような事例ばかりだと思うので、だからそこの、まあ、ギャップはあるんですが、学生たちにはその空き家っていうものがひょっとするとお宝に見えてるかもしれないっていうのはあって、そこの見せ方次第でこう学生たちをこ うまくその気にさせたのが東伊豆町だと思うんですけど、そうですね、やっぱり
そのよそ者なので大学生もその多分受け入れてくださる際 の、 その担当になられる方の熱意だったりとかやっぱ思いっていうのはその学生たちに直に伝わってくるのでなんていうでしょうテクニックとかじゃなくてちょっと気合いの話になってしまったんですが多分そういう学生をこう真面目に受け入れる本当に地元の先生になってくれるような方が学生と一緒にプロジェクトを進めてくれたらといい結果が出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。経験談からです。はい、ありがとうございます。そうしましたら無茶ぶりですけども今ね東伊豆町の話題がありましたけど町の立場からちょっとどう今のこういう活動について評価されますよろしいですか。まあ、畑さんは地域おこし協力隊として東伊豆町に来て見知らぬ土地で知ってる人もいない中で、ましてや田舎の町なんて結構人とのつながりが深いようなところで、いきなり入ってきてやるのは最初大変だったと思うんですけど、いろんなプロジェクトを通して、いろんな人とつながって最終的にひなフェスっていう形でイベントを開いて、成功させていただいてですね、町の中の道路を歩行者天国っていう形で、全面通行止めにしてイベントを行ったということで、地元の人間にとっては、こういったイベントっていうのはちょっと思いついてはしてもちょっと難しいだろうとかやっぱりちょっと無理だろうっていうのがちょっと考え方として先行してしまうんですけど、チャレンジしようっていう思いが、素晴らしいと思いますし、そういった行動を見て町民の皆さんも、新田君にすごいなと感じてますし、そういったことを通して、新田君にだんだんこう信頼を置くようになって、新田君さんがやってるんだったら協力しようとか、そういったいい循環が生まれてきてますので、町としては感謝しています。以上です。はい、ありがとうございます。すいませんね、ちょっと照れくさい話をさせてしまったので申し訳ございません。演出ではございません。はい、他にはい、前崎市役所の都市政策課の松林と申します。本日は貴重な話ありがとうございました。2点ほどちょっとお伺いしたいんですけども、イノベーションの施設としてコワーキングスペースを運営されているかと思うんですけども、ちょっと聞き逃したら申し訳ないんですけども、活用実績として、どういった職種が入っているとかそういったところを教えていただければと思うんですけども。はい、やっぱそうですね、伊豆にそもそもコワーキングスペースっていうのがもう本当限りなくゼロに近いぐらい、やっぱもうそもそもこの場所にそのワークスペースがあっても需要がないっていうのは分かっていて、でやっぱりその開いてみると定期的に利用してくれる人っていうよりはその旅行がてら、先ほどもお話しさせてもらったような利用ですねが多いような感じです。で、職種としては、広告代理店の方が、まあ、個人的に、来てくれたりとか、出版関係の方ですね、ライターさんが伊豆にこう取材がてらこのワークスペースで使ってくれるだったりとか、あとは地元の利用でいうとやっぱちょっとフリーランス的な形でですね、個人で事業をやられている方が利用してくださったりとか、あとは時々旅館の経営者さんも自分の会社の事務所だと息が詰まっちゃうからこっちに来てやらせてみたいな感じで来てくださったりとか、そういった利用がありますかね。はい、ありがとうございます。個人的な活用が多いというような。そうですね、ありました。ありがとうございます。もう一点、こういったリノベーション施設をやられるときに、耐震改修とかそういった面は
ておられているということです。で、あの学生あの今運営しているその第6キッチンとイーストドックに関してはあの学生たちが主体となって回収をしたので、あの資格を持ってない無資格者があの要は回収をしているんですね。なのであの法に触れない範囲で構造の柱とかを触ってしまうともうアウトなので、内装をこう変えるとか塗装をするとか、あとは家具を作るとか、そういったあの回収がメインになってます。なのでちょっとあの今後 の、ね、あの宿泊施設とか我々が事業としてやっていく方はしっかりやっていかないといけないんですけど、今あの東伊豆町と一緒にやってる建物に関してはそういったところは一切こう関係なくというか、あの意識せずというか、まあ、そこら辺はちょっと町の担当の方にお願いしてみたいな形 です、やらせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、時間的にはもう一人くらい行けそうなんですけど、いかがですか。どうなったか、よろしいですか。はい、それではですね、あの質疑の時間は終了とさせていただきます。で以上をもちまして市町連絡会議の研修会は終了となりますけれども、皆様あの今一度ですね、荒竹様にあの盛大な拍手をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。